5人組グループリル関西の西村拓也20が13日都内で行われた映画ボアズライのエリー3月15日公開のバレンタインスペシャルイベントに登壇した。本作は藤も模試による同名漫画を実写映画化。おみくんこと大見翔、急よりわたるは今日の顔は学校一の爽やか王子だが実は口の悪い裏表男子。おみくんを眺め、ボアズライのエリーの名前で SNS 上に妄想をつぶやくエリーからなのかが現実の恋に奮闘する青春ラブストーリーとなっている。西村はちょっと変わったエリーのクラスメートのようを演じる。あることをきっかけにエリーに興味を持ち友達になろうと急接近する。西村は W 主演を務める Q の原と同い年。撮影現場を振り返り、同い年の龍渡る君やなのかちゃんとは一緒にご飯食べたりしていましたとリラックスして撮影に臨めたそう。寝ている龍渡る君の口に僕が苦手な弁当のピーマンを入れて起こすとか、そんなことしてましたとあてあやいとした雰囲気での撮影裏話を披露した。